スマホはなんて言葉かわいい、あれじゃケースじゃなくてすみませんなんですけど、すごい細くて下もすごい塗りやすくて、これおすすめです。こうやってパカって開くんで、結構みんな面白がってくれるんですけど皆さんこんにちは、春川優愛です。今日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。まあまずお財布、マルニのお財布使ってます。もう2年ぐらい使ってるかな。ちっちゃいお財布派なので、ポッケに入りやすいというか、そういうためにこのサイズを使ってます。領収書はその日の分だけカードとか保険証が入ってて、ほぼ毎日レシートとか領収書は抜いて、どっかで1週間に1回とか2回とかで家計簿まとめるか、自分の経費になるものとかっていうのをまとめるっていう作業を してます。この形が好きで使ってます。スマホは普通に透明のケースに入っててなんてこともかわいい、あれじゃケースじゃなくてすみませんなんですけど、シンプルなのが好きなので透明のケースに入ってます。なんてことないですけど帽子ですね。キャップが好きなので、いつもキャップを持ち歩くかかぶるかっていう感じです。黒かベージュっぽい感じのものくらいかな。こう色があるキャップっていうのはあんまりかぶらなくて、シンプルなのが好きでいつもこのキャップをかぶってます。サングラスとメガネですね。これジーンズさんなんですけど、普段お仕事の時はコンタクトするんだけど、プライベートではメガネで過ごすことが多くて、運転もするのでサングラスなんですけど、ここが開くんですよ。伝わるかな。こうやってパカって開くので、運転中にトンネルとかでも楽だし、結構みんな面白がってくれるんですけどメガネかけて運転する人は本当におすすめです。使ってみてください。次は歯ブラシですね。どんなお仕事でも始まる前にこう歯を磨いたりとかしてから行くので、歯ブラシはマストで必ず入れるようにしてます。カメラ、2年ぐらい前にカメラを始めたんですけど、意味が全然わからなくて、これの意味が全然わからなくて、今日カメラマンさんが遠藤裕樹くんって昔から撮ってもらってる方だったので、このアルファベットは何ですかって言って、いい状態、この一番撮りやすい状態にも設定してもらって、オフにしてちょっとね撮ってみたんですよ、現場で。本当なんてことないですよ、ツボみたいなのを撮ったんですけど、こういう感じです。この近くによってもピンが綺麗になるみたいな、いい光っていうのの設定をしてもらって、自分が撮影してるところとかもこう撮ってもらったりとか、こうやって撮影してるところとかもこう引いたところで撮ってもらったりとかして、これからちょっとさらに練習していきたいなと思って、今もいじらない方がいいもうオンかオフじゃないといじんない方がいいんで、もうお試しも何もしませんでもこれをこうカメラ勉強していろいろ撮りたいなと思ってるところです。カメラを始めたきっかけは、まあなんか始めてみたいなと思ったんですよね。小さめでこう持ち歩けるカメラが欲しいなって思って、でその頃にちょうど妊娠が分かったタイミングだったので、こうやって家族で出かけた時とかも撮れるといいなと思って購入したのがきっかけですけど、まあ今のねスマートフォンもこう技術がいいんで、ついついなんか持っていくの忘れちゃったりとかするんですけど、でも大切に使ってるカメラです。ポーチアニエスベーボヤージュのポーチを、これはもう結構古くなってきましたね。もう10年とはいかないですけど、長く使ってるポーチです。あんまり普段お化粧道具とか持ち歩かないんですけど、なんとなくこう必要最低限だとするとコンシーラー、イプサのコンシーラーとかはもう普通にもうここでも抑えちゃうし、あと RMK のファンデーション、アイブロウ、ルナソルのアイブロウを使ってます。品番は01番ってやつですね。とかあとマスカラがエチュセなんですけど、これブラシがすっごい細いんですよ。すごい細くて、上はもちろんなんですけど下もすっごい塗りやすくて、最近めちゃくちゃ気に入って使ってます。これおすすめです。あとはウェットティッシュ、手拭いたり飲んだりす
するのに使ってるっていう感じです。そんな感じです。ポーチの中はほとんどメイク道具っていうのは持ち歩かなくて、ただ持ってるっていうとこうすぐ出せるようにヘアゴムとあとリップ、薬用系のリップ、ケアするようなリップと、あと色っていうと2色あって、スナイデルのリップとディオールリップ。こっちのスナイデルの方がちょっとこう大人っぽい色味というか、ちょっと大人っぽく仕上がるかなっていう色のリップと、ディオールの方がどちらかというとナチュラルで明るい女性らしい感じの色に仕上がるリップになってます。まあ、気分で変えたりとかして持ち歩いてることが多いですかね。以上なんですけど、あ、バッグはベースですね。もうちょっと汚れてきちゃって、ドラマが始まった台本こう何冊も入ったりとかするのに大きいのがいいなと思って、ざっくり使えるこのトートバッグを買ったんですけど、でもめちゃくちゃ良かったんでリピートしたいなと思いながら今迷ってるところです。本当のお休みだともう携帯とお財布とキャップもかぶっちゃって、でサングラスかけちゃったらもうバッグない時とかもあります。あんま荷物持つのが得意じゃないので本当にこれだけっていう時もあるんですけど、お直ししたりとかっていう感じですかね。私のバッグの中身はこんな感じになってました。見ていただいた方ありがとうございます。なんか面白かったか分かんないですけど、皆さんありがとうございました。紙面の方も頑張るのでぜひまた見てください。じゃあ、瞬間ゆあでした。バイバイ。